バーズ、アルボンバーズ、アルボンバーズ、福ちゃん見るかい。ちなみに君は今どこにいるんだいそれ。私お風呂場ですね。今まででこう一番明るく撮れてるんじゃないかと。なんでミネカナンチで一番明るいのはお風呂場なんだ。うちなんか全部明かりがあの黄色い系の明かりなんですよ。だからなんかこう黄色い系の明かり。なんていうの、なんかあの白いのと黄色いのあるじゃないですか。蛍光灯ってことかな。あ、そうかな、なんかそういうの選んじゃったんで。君的には大丈夫なのね、お風呂場からっつうの。大丈夫なのね。全然大丈夫です。お湯を張っていこうよ。ちょっとずつお湯入れていこう。そうね、やば。終わり頃こうなって。で、曇る。だんだん曇ってくるんですよ。はい。じゃあそんなバスタイムミネカナからいきますか。はい。ではまず、ミネカナの T シャツデザインから見てみましょう。はい。あ、出るよ、出るよ。あ、出た。あ、ありがとうございます。あ、なんか手書きっぽさが出てるね。色もね、色鉛筆にあったんで塗ってみました。これはちなみにサブさんをあれにしてるのかな、はい、そうですね、サブさんが多分よく帽子かぶってるので、うん、帽子と、うん、あとメガネもよくかけてるのでメガネを取り入れてみました、うん、あと丸ボンなのでこう丸をちょっと意識して全体的にこう丸を使ったデザインにしました。これは何の動物だい。これクマです。な、何故。え、なんか丸をやっぱ使いたいなって最初思って、うん、でその時なんか動物にしたいなと思って、丸でいける動物だったらクマかなと思って、クマになりました。なるほど。じゃあ、みさみさんどう、これは。かわいいと思います、すごい。ありがとうございます。丸でも若い子はいいだろうな。いいです。あんちゃんどうよ。え、かわいいと思いました。って言うよ、そりゃ。え、全然切れます。全然着たい。着ますよ。うん。全然着たい。これ俺とかのりやさんが着てるんだぜ。え、かわいいじゃないですか。はい。着てください。もう稽古着だけだな、きっとな。なんかお茶目おじさんになれる。うん、ゆうきどうですか。背中にいたらかわいいです、ね。ああ。ハイボレみたいになったね、今ね。背中にいたらかわいいですね。のりやさん。クマの T シャツ着てませんでしたっけ。着てるよ。かわいいの着てます。もっと、もっとかわいいやつね。この辺とか、この辺とか、あと、ね、下の方、下の方とかね、かわいいかも。ありげなく。ついてますよ、みたいなね。あ、ここでもいいかも、ここ。さりげない。あ、肩ね。かわいい。肩だったら見えなさそう。動いてるから、こっち。それかも、いや、見えようよ。ちっちゃく、この辺とかね。見えなさそうってどういうこと。これどうしようか、点数つける。いや、ちょっととりあえず見るんでいいんじゃないですか。とりあえずじゃあこの見る、見て批評ね、見る辛口も含めて、うん、とりあえず見ましょうよ。で、印象に残ったのを上げていきましょう。ちなみにミネカナそれ1枚だけですか。マジこれ1枚だけです。 OK。 ちなみに複数書いてる人いる。 俺もそうだけど2つ書いてます。あ、みんな、うん、私も書いてないけど見ました。なるほどね。じゃあちょっと見てみたいなっていう、見て僕のどうですかっていうのはいます？ちょっと先にさっき話題に出た、うん、けいちゃんのマグカップいきますか。